はい、今、富良野から札幌に向かう途中にある、砂川市という場所にあるシロみんなのファクトリーというところへ来ています。はい、今からパフ作ります。そうです。ここでは手作りの香水が作れるということで、ナタリアが香水作りしたかったよね。はい、私のパフがなくなって自分のものを作りたいなと思いました。すごい中もおしゃれな雰囲気でね、すごい新しい、去年ぐらいに多分オープンしたんかな。そうなの、うん、すごい新しい感じで、モダンな感じだよね。うん、モダン、ちょっと見てみましょうか。こんな感じで香水の作る過程がこうやって見えたりで、はい、ここにはなんかすごいおしゃれな本、図書室、うん、図書空間みたいなところがあって、作り時間は20分ぐらいだから、待ちながら、あ、香水のね、本とか漫画読んだり。そう、自分はさっきここにあるサウナ術っていう本を読んでましたすごい結構面白かった。後で読んで続いていいよ。はい、で向こう側にはカフェとかもあるようです。すごいおしゃれやね。おしゃれです。うん、3種類から1個メインのやつ作って、であと何個か香りを合わせていくみたいなね。今からこの香りを調合していきます。はい、決めました。今は5回サワン、2回ワイゼリー、1回ワイティー、うん、それから最初に60ミリアルコールを入れます。はい、完成。オリジナル香水。はい、ご素念でした。80ミリ。うん、いいよね。自分の好きな香り作れるから。すごい。ね、ちょっとつけてみてよ。本当はなんだっけ、24時間待った方がいい？うん、そう、なんかこのアルコールと香料が混じるのに1、2日かかるらしいです。じゃあ、今だけ。ね、うんうん楽しかったね。楽しかった、嬉しいね。嬉しい。怖くない？怖くない。まあ、立ちたくないけど結構気持ちよくない？気持ちいいね。ね、結構気持ちいい。寝れそう。ジンギスカン。はい。おお。美味しそう。
おいしい。はい、今、ジンギスカンのお店だるまさんで、ジンギスカンを食べてきました。はい、有名な人がいましたらしい。なんかテレビ撮影してて、ああ1階の席がもう貸し切り状態みたいなんですけど、なんか運よく一組目で案内されて並ばずに食べることができました。すごい、ね、5時に入ってまさかの5時半が。はい、なんかいっぱいですよ。爆速で食べました。はい、ちょっと散歩してセーブした後にまたもうちょっと時間経った後に次は札幌ラーメンを食べに行きたいと思います。はい、ちょっと散歩しようか。あ、散歩しよう。はい、寒い。やばくない？帽子の意味ないもん。札幌ってこんなにあれやね、風強いげんね。いや、今日だけこれ。ちょっとやばすぎ。2度ですよ。うわー、寒い。やばい。コール、耳コール。やばい、痛すぎる。これ服装間違えたわ、完全。寒すぎる。帽子買おう。帽子買おう。ちょっと今から帽子買いに行きます。はい。ちょっと耳やばい。耳取れる。痛い。今、ショッピングモールの中に入ってきました。やばい。耳痛すぎる。札幌は風がやばいね。気にね。いよい準備した達也。一旦ショッピングモールに逃げてきました。ちょっと今からもしあったら帽子を買おうと思います。結局帽子買いに行ったらなんか帽子売ってなくて諦めました。はい、さっき、ジンギスカンを食べて、ホテルに帰って2時間3時間ぐらい休憩したので、今お腹にスペースあるね。せっかく札幌に来たので今から、ラーメン屋さん札幌味噌ラーメンを食べたいと思います。はい、獅子王さんに来てみました。はい、ちょっと美味しいということで楽しみです。夜のすすきのは賑やかね。賑やかね。私の世界ではね人が多いね。ちょっとそうだね、夜にめっちゃ人が多い。そう、なんか夜になったらいきなり増えてきたよね。なんか昼の時にゴールがあまりなかったね。今は結構人生が街に戻ったみたいな。でも料理何食べても美味しいね。そうだね、北海道。あと働き時間めっちゃ遅いね、26分とかまでにね。なんか金沢もすごいご飯とか美味しい街って言われとるやん。ああ、でも北海道も全然負けてなくない？はい、めっちゃ美味しいよね。違う感じでしょ。ね、違う感じやよね。
じゃがいもとかホクホクやしね。じゃがいも。うん。ああ、じゃがいも美味しかった、ね。めっちゃ美味しかったね、じゃがいも。じゃがいも美味しかった。サラダとかめっちゃ美味しくない？サラダ？サラダ。どこでサラダ食べた？最初の日。ああ、おお、そのサラダも美味しかったね。ね、なんかすごいジューシーだよね。うん、あれの可愛いですね。ね。おばあちゃんとおじいちゃん。おはようございます。おはようございます。じゃあ今から朝ごはん食べよう。ミニドーナツ。すごい、ドライフルーツもいっぱいある。じゃあドトールさんで朝のコーヒーを買いたいと思います。桜のプレミアムローストコーヒー。なんで桜のコーヒー、桜のフレーバーじゃない？初めて見てる。今ちょうど日本桜のシーズンだから。北海道まだかな。北海道は多分5月ぐらいじゃないかな。あ、ね、じゃあ